ミニファンの皆さん、ファイブダーを、お待ちかねの皆さん、たくさんいらっしゃったんじゃないかと思いますけども、いよいよミニのファイブドアが、上陸しました。3ドアに比べてホイールベースが、70ミリ、拡大してますね。ですから、まあ、リアの居住性、それから荷室が少し広くなっているようですね。でこの5ドアには、まあ、大きく見て、エンジンが2つあります。1.5リッター直列3気筒のターボ、まあ、これは6速 AT との組み合わせ、それともう一つが、ね、スポーティーな走りのできるミニクーパー S ですね。これの5ドアのハイパワーモデルになりますけど、2リッターの4気筒ターボ、まあ、これも同じミッションは6速の AT ですね。で値段の差はですね、1.5 リッターが298万、2リッターが350万円と、まあ、このくらいの差があるわけですけども、さ あ悩んじゃいますね、どちらを選ぶのか。岡田さん、いよいよ待望のその5ドア入ってきましたけど、まず5ドアのこの特徴についてちょっと簡単にご説明ください。はい、このミニ5ドアですね、ミニらしいデザインというものをそのままに、リアシートの居住性というのを高めるためにホイールベースを延長しています。はい、でそのミニらしいデザイン、まあ、スポーティーで、いかにもキビキビも走りそうなデザインなんですけども、この5ドアに関しましては、ホイールベースを長くしていますけども、テールゲートのこのガラスの角度をより寝かせることで、キャビンのコンパクトさを演出して、また、よりダイナミックに感じていただけるデザインとして、もちろんミニらしいデザインでありながら、5ドア独自のこのスポーティーなデザインというのを感じていただけるんじゃないかなと思います。なるほど。はい、まあ、そういう意味では非常にこう、まあ、楽しく実用的で、 さらに、まあ、いわゆるゴーカートフィーリング、これサスペンション含めて、グリーンランプがつくのが、何でしたっけ、 このシフトレバーのところに、切り替え、はい、スポーツモードとノーマルと、はい、グリーンモードですね。はい、ですからその3つのモードで、まあ、燃費も随分変わってくるということですかね。そうですね、グリーンモードにしますと、はい、アクセルペダルの踏み込みに対するレスポンスというのがよりマイルドになりまして、よりその燃料を節約する、セッティングにはなります。はい、まあ、そんなわけで非常に面白そうな楽しい、ミニの5ドア、皆さん乗って確かめてください。